で2軍になるとですね、もうここになるとひたすらオーディションを受けるということになるんですね。ネタ番組のオーディションが一番、典型的なんですけれども、荒引き団のオークス、あのオーディションがあるから、この時に 何十人で連れて行ってオーディションを受けさせるということをやっていくと、単発で出演機会がもらえていったりする。で、そうやって、機会がもらえていった時にですね、うまくその機会を使って、認知度を上げたり、好意度をですね、あのファンがついたりしていくと、今度は、まあ、ちょっとここかなりちょっと簡単に書いてますけど、相当、差があるんですけども、一軍ということで、何かレギュラー番組を持ったりとか、もしくはレギュラーに近い形で何か番組に出演をさせてもらったり、レギュラーだといろいろ形があって、隔週で出るとかですね、それこそ、1ヶ月に1回とかいうパターンもありますし、そういった形で1軍に上がっていくと。で、ちょうど去年なんかはその TKO が、去年一昨年とかですね、2軍単発で出演をもらっていたところに、今声をかけてもらって、かなりその準レギュラー的な役割がいろんなところからオファーをもらっているので、一軍に上がってきているというような状態です。それでですね、でこれは多分1年生の皆さんはまだご存知ないと思いますし、今後多分勉強されていく中で、使う図なんですけれども、あのバリューチェーンというものなんですけれども、あまり気にしないでください、その言葉自体。あの要はですね、今の説明したものをですね、ちょっと別のちょっと角度から表にしたものです。先ほど言いましたように、養成所に生徒を集めてくるんですね。生徒募集でいっぱいその潜在的に面白い人間をたくさん集めてくる。でそれを学校で育成する、下の方ですね、育成する。でそれをまずは売り込まないといけないですね。売り込みをかける、これはセールスですね。なんとか出演機会もらえないかと、ロケに行ったり、その CS の番組ですね、あの地上波の番組だとなかなかハードル高いので、 CS とかちっちゃな地方のローカルの番組に出ていたりします。でその後ちょっとこうマーケティングって書いてあるんですけど、どういうことかというと、一軍になるとですね、今度は逆になるんですね。オファーをもらってもお断りをするっていう方が多くなるんです。その例えば良い子っていう、まあ、タレントいますけれども、良い子にいろんなオファーが来るんですね。で今度は良い子というブランドを守るためには、この番組、このレベルの番組は出てはいけないとか、あとよく言うのは並びっていうんですよ。並び、良い子の並びでこういうタレントだったら出ますよ、だけども2軍レベルの人の中に混じると価値が下がってしまうので、それはちょっと良くないところですね。セールスがそのプッシュで押して売っていたのに対してですね、マーケティングのところではむしろブランドをどうやって維持するか、出来上がったブランドですね、でそのブランドをどうまた発展させていくか、ここは非常に、まあ、面白い分野なんですね。実は例えば良い子で言うと、そのゲームセンター CX っていう、ゲームをひたすらやり続ける番組があるわけなんですけれども、それをじゃあ、Nintendo DS のゲームにしたり DVD にしたり、いろんな副次的な、展開をしていったりします。まあ、ここでかなりそういう意味では、そのいろんな収益を上げていくという形になります。でこうしたプロセス、下の段階、下の段がプロセスですね。オレンジの矢印でこういうふうに進んでいくわけなんですが、そこにじゃあ松竹芸能という会社がですね、どういうふうなそのサポートをしていくか、そのっていうことを考えていくとですね、まあいろんな要素はあるんですけれども、典型的にはやっぱりお笑いに関するちょっと大げさな あのあれです、技術開発なわけです。お笑いのネタ話はもう日々新しいお笑いのやっぱりこうテクニックって生まれてますので、それをどう技術開発するのかっていうことが、まあ、すごくその松竹芸能の上の能力ですね。これがそれぞれにかかってくるんですね。生徒を募集するときも、面白いやつを見つけるためにはお笑いの知識がないといけない、
育成もそうですね。お笑いの知識ないと育成できない。セールスしていくときもそうですし、マーケティングしていくときもそうなんですけども、それぞれそのお笑いに関する技術の知識をちゃんと所持権は持っているということがすごく重要です。で、その技術開発なんですけども、実はプロセス、このプロセスの中で2つに分かれるんですね。で、今回は左側のところで、右側は関係ないんですけれども、それを簡単に言うとですね、左側はスクール、育てるということです。で、右側はマネージメント、よくね、マネージャーとか、テレビでもちょっと楽屋ネタでマネージャーの誰々さんとかって出てくるケースありますよね。各タレントには必ずマネージャーがついて、その人をセールスしたりブランドを守ったりというふうにします。で、こっちの方はもうそういう意味ではテレビに出始めているもう人たちを対象にします。それまでの間はこっちのタレントスクールというところの、ところで生徒を募集して育成をしていくという流れになります。ここまで大丈夫ですかね。で、皆さんに提案していただきたいのは、こっちも面白いですよ、すごく。今後、ね、TKO、ここまで来たけど、TKO どうやって売っていくかというと、非常に今、その会社の中ではいろんなこう議論がされているわけです。こっちも面白いんですが、ちょっとすみません、今回はこちら側です。タレントスクールの側です。で、先ほど言いましたように、その吉本と松竹芸能って、もともとは拮抗してたんですけれども、今、大きな差が売り上げについてもやっぱりついてしまってます。で、そのこと、いろんなブランドとかですね、やっぱりそういうものによって、今タレントスクールで困っていることがあるんですね。その一つが、生徒募集をしたときに吉本の NSC にはたくさんも応募が来るわけです。1000人っていう人が入るわけです。いきなり、例えばですね、ものすごい量が、だからそこで面白いやつをこう選別をするっていうことができる。で、育成のところもやっぱり吉本さんの方が少しその、もしかしたらちょっと育成のノウハウというのがあるかもしれないですけども、むしろ、まあ、一番大きなところは募集のところが大きいですね。なかなか松竹芸能で募集しても来ないということがあります。なのでそこは困っていること一つです。で、もう一つ困っていることがあります。これは松竹芸能に限らず全、芸能プロダクションに言えることです。テレビの広告市場というのは年々縮小しているんですね。これは電通の、毎年広告費の、額が出るんですけれども、前年比で、2007年は前年に比べて若干減ったということだったんですけど、去年ですね、去年それに加速がついて、およそ、4.4% ですかね、この 4.4% の減少になっている。で、これがですね、非常に今、由々しき問題で、いろんな、テレビ局の関係者から聞いていると、おそらくこの下げ止め、これがですね、もしかしたらどんどん、下がっていく、どっか止まるんじゃなくて、このまま下がっていくんじゃないかということで、テレビ局が一斉にリストラを、し始めているわけです。とは言っても、そのリストラといっても、その人を振り切るということではなくて、この制作費、番組の制作費を縮小するという流れになります。そうすると当然その出演しているタレントの、タレント出演料も今やっぱり少なくしてくれという圧力がかかるんですね。もしくは3組出てたんだけども2組だけにしようということで、かなりその芸能プロダクションに対して出演の費用、フィーが下がってきているという状況があります。その2つのことをちょっと今頭の中に念頭に置きながら、少しタレントスクールの説明を、していきたいなと思っています。